キチャンネル。ちょっ、さあ今日は一般視聴者からの質問に3分間お答えしますっていうコーナーです。はい、はい、そうなんです。一般の視聴者の方からぜひ佐渡崎さんにね、聞いていただきたいという問題が、2点あるんですよ、2点、まず1つ目いきましょう、オールスターも終わりました、その時にもちらほら噂になったんですけど、今年のプロ野球のボール、飛ばないんかっていう問題があるんですよ。あの時もね、たくさんホームラン出たから、あの時だけワンちゃん変わってるんじゃないかと、で、シーズン通してホームランが出ないから、今年のボールは何かちょっと不正されとんじゃないかとか、飛ばないボールに買い取るぞみたいな、こうファンの中であるんですよ。この件について佐々木さんどういうお考えですか？いやもうそんなのもう外野騒いでても1ミリも変わらへんでって言って。そうなんですか？じゃあね、で NPB はちゃんと上限下限の範囲内でボールを作って計測もして、適正な範囲内のボールを収めてますっていう。でそしたら今度ちらほら出てきたのが、保管の湿度とかで保管してる間に反発係数をしてんちゃうかっていう人たちが増えてきたんだよね。ああ、それ聞きましたもんね。はい、打てないことをボールのせいにしたいんやろな。そうですよね。自分たちの応援する選手の能力じゃない、それ以外のものに理由付けして、だから仕方ないんやっていう言い訳作りたいんやろな、だからもう簡単やね、やること超簡単、ね、そんなに飛ばへんと思うんだったら、はい、よ、球団もしくは選手が私的にそのボールを持って公的な機関に行って独自に調べてもらえばいいよ。まあそうですよね。それが一番早いね、はい、もうその感覚的に飛ばへんとか、もうそれあなたの感想ですよねって話になるね。もうその球団に収められてるものを複数の箱から5球ぐらい取って、保管してあるやつも取って、そうじゃないと劣化してるかどうか分からへんよ、はい、そもそもね。でそれを公的機関に送って、その NPB が言う反発係数の上限下限の間にちゃんとルール内に収まってるかどうかを調べてもらえばいいんちゃう、だけちゃう、それちゃう、それだけちゃう、そうすればいいんちゃう。逆になんでそうせえへんのっていう。で一回やった統一球問題ね、はい、統一球の時も本当飛ばなかったよ。であれは結果的に計測したら下限より下回りすぎてたんだよね、反発係数がね。本当に飛ばなかったんだ。もう今まで、去年まで歩けたのか歩けないじゃん。へえ。でバッティング練習でもそのまだ在庫が9のボールがあったから、はい、9のボールも使ってたのよ、はいはいはい、だから9のボールでやるとめっちゃ飛ぶねん、はい、でも統一球でやると飛ばへんっていう。だから俺はもう練習も統一球でやりたいしね、その、まあ、そうですよね、感覚が分かんなくなるからっていうね。でもそれは一番最初ね、もともとが球団ごとにメーカーが違ったから、だからロッテとかでもあの月によって4月は水野、5月はローリングスって月ごとにかかってたりしたのよ。その中でもメーカーごとの飛ぶ飛ばないとかもあるわけよ、はいはい、感覚的にね。でそれが水野統一球になりましたと、それが規定の下にあるっていう発想がないわけよ、うん、あ、統一球ってこれなんだっていう、はい、統一球ってこんな飛ばない規格のに合わせてんだっていうのにしかないから、はいはい、そこまでは俺もこのこれがあるもし多分考えもしなかった、知らなかったから、はい、だから多分誰も何も言わなかったと思うんだよね。でそれがまあ測ったら加減すぎたとって言ったところで、まあそのちゃんとその間に抑えましょうっていうところで今そこから来てるわけでしょ、ね、でってなった時に測りに行けばいいだけやんって言って、いや私的にやるよりは公的機関でやってもらった方が正確に出るんやから、そう私的にやると誤差の範疇が大きくなるから、やっぱ公的機関の署名入りのお墨付きの方がいいわけやね。でなんか保管場所でとかって言う人いるやん。そもそも過去からずっとそこの保管場所だったら一緒やん。ドームじゃなくても倉庫が中のとこにあるとこもあるやん、空調効いてるところもあるやん、はい、外だからって外じゃないからね。そうですよね、ずっとそこなんだったら、そんないきなり今年から、去年まで湿度 50% ぐらいだったけど今年からいきなり湿度 80% やわとか俺ならへんと思うね、正直、はい、しかも空調効いてたらそんな変われへんと思うんだよな。で常にそこが保管場所なんだったらそんな変わるかっていうのもあるから。でもそれがもし変わるとしても研究所持っていけばいい話や。でオールスターはやっぱりその、まあ、もちろん変化球もあるけども基本まっすぐ来るから
要は狙って打ったらちゃんと打てんねんって、たら飛ぶっていうことになるやん。しかもオールスターだけ違う工程で作ったボール逆に持ってこられへんわ。確かにね、そんなもう怪しすぎるやん。しかも作ってる方もおいオールスター用にシステム変えてやらへんやん。それできんなるっすよね、そんな会社で。逆に訴えられるわ、る LBB にね、はい、そんなもうそもそもメーカー変えたんだったら分かんないよ、はい、オールスターだけ統一球じゃない別のメーカーのボールを使いましただったら違う可能性があるよね、はいはい、でも一緒だったら変えられへんから、そんな器用にそれ納品してる方が訴えられるわ、はい、でこう最近で言うとね、ピッチャーのなんかこう能力の向上で成長で、あの3割バッターが減ってるとかっていう、中継ぎでも150キロ超えてくるという話されてましたね、うん、でも俺はもう3割バッターが少ない理由俺なりに考えて、お俺が現役時代ね、はい、じゃパリーグで言うと3割バッターね、福浦さん、あ、はい、稲葉さん、はい、でガッツさん、で谷さん、で松中さん、で和田さん、多分ここら辺はずっと3割やね。だからそれはまあ上限あるよ、上限あるけども、昔大体見たら5人前後は毎年一緒の人で、たまに3割の人たちが5人前後いんね。でそれで10人弱ぐらいになってる。だからまあこんな言い方したら悪いよ、鉄平とかね、はい、だから最近のプロ野球でいうと頓宮とかね、うん、松本剛とか、はい、たまにの3割みたいなのが、はい、まあ、各あの都市にいるわけよ、うん、でもセ・リーグだったらラミちゃんとか、はい、青木とか、ね、はい、金本さんとか、はい、絶対3割打つ人とプラスたまにの3割みたいなね、はい、人がいてなったけど、だから絶対3割違うか5人前後いたのよ、はい、昔は。それが今セパで絶対3割打つやつって言えるかっていう。そうですね、多分近藤だけちゃう、近ちゃんです、ね、近藤は多分今の成績見てなくてもシーズン前からまあ近藤は3割打つよねって多分言うと思うね。でも他の選手で絶対3割打つやつシーズン前、まあ、こう間違いなく怪我しない限り間違いなく3割って言えるやついるかっていう、いないのよ。難しいですね、うん、だから過去のところで言うと、だから2005年の、ね、打率で言うと、はいはい、1位和田さん3割2分2厘、はい、2位がズレータ3割1分9厘、で3位松永さん3割1分5厘、4位石井義人3割1分2厘、で5位、宮治さん3割1分1厘、で6位前3割1分で、7位城島3割9厘、で8位堀さん3割5厘っていうところやね、はい、打撃成績ね。セリーグので言うと1位青木3割4分2厘、はい、2位福留3割2分8厘、3位金本さん3割2分7厘、4位金城3割2分4厘、5位井端さん3割2分3厘、6位岩村3割1分9厘、7位前田智則さん3割1分9厘、8位赤星3割1分6厘、9位種田さん3割1分、10位タイロンウッズ3割6厘。だからまあ名前出てくるやろ、はい、絶対3割っていう、はい、2006年のパリーグね、上位から松中さん、カブレラ・リック、小笠原さん、福浦さん、宗に稲葉さん、中地、鉄平、村松さん、フェルナンデス、田中健介、高須さんや、はい、2007年、稲葉さん、リック、大村さん、和田さん、中地、ひちょり、うん、で西岡で、2008年、リック、中地、宗に、栗山、カブレラ、今江、ジージー、佐藤、稲葉さん、フェルナンデス、西岡、名前一緒のやつめっちゃ出てくるやろ。だいたい5人前後ぐらいが一緒の選手が多いね、はい、だそこが多分いないんちゃうかって今、うん、必ず3割打てるバッターっていうね。そうですね、うん、だから3割バッターがポットでになるから少ないんちゃうかっていうところと、ピッチャーの能力が上がったからやって言うねんな、はい、でもそれはいつの年代も俺はそうやと思うね、うん、だからジャイアンツで言うと王さん時より原さん時、原さんの時より松井秀喜さんの時、松井秀喜さんの時よりも新之助の時、新之助の時より岡本の時って、ピッチャーのレベルは上がってきてると思うね、はい、それはそうだよね、それはあの間違いないね、はい、でもそれに伴ってバッターも進化してきてんね、はい、でそれがこのバッターがついてこれてないようになってんちゃうかっていう。あ、しかも球速くなってるから打てない、でも球遅いやつも打ててないでしょっていう。そうですよね、うん、球速いやつばっかりじゃないからね、はい、球遅いやつもいるからね、140キロ台のやつとかで、はい、でしかもよ、昭和の人はよ、
マシンもないね、素振りだけ、はい、映像もないね、自分がどういうスイングしてるか知らんねん、はい、今の人ありとあらゆるデータあんねやろ、ありとあらゆる練習器具あんねやろ、はい、ありとあらゆるサポートあんねやろ、昔に比べたらめっちゃいい環境やのに、うん、ピッチャーの能力上がってるのはもちろんだけど、そういうサポート体制も上がってるわけよ、はい、ついていこうぜっていう。だから俺言ってんねん、そのね、俺は昔と今を比べるの好きじゃないねん、はい、その環境の中でだから、お前スマホ持ってない時代の人のアートコーデ言ったってそれがないんやから仕方ないやんっていう話やんな。でしかも今から20年後の未来の人には今のやつら、やばいよなって言われてんぞって話や、はい、因果応報でね、自分たちが言ってたら、はい、未来の人から来たら今の人たちはクソみたいなもんだよね、俺らの時はクソみたいなもんだよね、今の人から調べたらね、ってなってきた時に、そんなに恵まれた環境で結果が出ないんだったら、はい、多分今の結果が出ない人たち昭和に帰ったってもっと出えへんと思うで、ね、何もないねんで、数字とかデータ出えへんから分からんで、自分がちゃんとできてるかどうか。逆に昭和の人たち今のこのシステム使っていいんだったら俺は結果残すと思うで、そんな暗闇の中でやってたんだから。そうですよねそれが全部可視化されてできていってたら、別に今よりもすごくなるかどうか分かんないけども、それなりに俺は昔の人も今に来たらそれ相応の結果出すと思うし、今結果出せないやつは昔に帰っても俺は結果出せないと思うね。それは別に野球じゃなくても一般社会でもそうやと思うな。だって学校の先生でもそうやろ、大変だとは思うよ。それはでも昔もそうやん、うん、昔なのに図書館で調べてたんじゃん、一歩間違ったらね。それをインターネットで調べれるようになって、いろいろできるようになったりさ、文明の進化もあるんだからさ、それを使ってさやっていかなきゃいけないから。でしかもそんな言い訳しても何も残らへんと思うね、結局は。それはその時々の、俺らの時も昔に比べたらピッチャーは成長してるわけよ。だからその中で今の時代の中でどう結果を出していくかが全てであって、それをピッチャーの能力がすごいからって言って結果出なかったとした時に、それを言い訳にして出ないことを正当化したところで何も変わらへんでっていう、ね、それだったらその中でどう結果を出していく、いけるのかを考えないと、うん、何かを言い訳にして、それは大変やと思うよ。それはでも全ての時代そうだからね。それが20年前であろうが30年前であろうが40年前であろうが、その年の人たちはそれが今最先端で一番大変なわけだから、はい、それをみんな野球だけじゃなくていろんな分野の人たちも乗り越えてきてることが今の人たちにこう繋がっていってるわけじゃんね、はい、だから今の人たちもコロナ禍で結果残していかないと、そんな言い訳してても、うん、まあ別に選手は言い訳してないと思うけど、ファンの人もそうやってなんか人のせいとか、別に誰もマウント取り合いしてるわけじゃないんやから、うん、それやってても何も生産性ないと思うから、その中でだから結果出えへんねんじゃなくて、その中でどう結果を出していくかを生産性よく考えた方がいいよね、はい、って俺は思うけどね。ね、なんかマウントの取り合いでネガティブになってみたいな、うん、いやいやそんなことやったところで誰もかわいそうやとも思わないし、じゃあ仕方ないなってならへんでっていうね。で高校ね、高校生のバット問題ね、はい、低反発バットどうなるのかっていうね。低反発バット今高校野球はね、うん、新基準のバットが導入されて、うん、はい、でもあれももうそのうち全く関係なく高校生使いこなしてくると思うよ。それは何でかっていうと、去年から急に導入しましたってなった時にミートスポットが少なくなったわけでしょ、はい、今まで広かったのが少なくなった、ね、ってなった時に、それは昨日までミートスポットこれぐらいで打ってよかったやつらがいきなりこれぐらいになったら、それは慣れてないんやから打てへんよな、はい、だっていきなり昨日まで金属使ってたのに今日から木使えって言ってるようなもんやから、はい、それいきなり結果出えへんし飛距離も減ってくると思う、はい、なぜなら基準が変わったから、それに合わせる期間もなければ合わせる能力も足りなかったね、はい、でも今度はここからどんどん新入学生が入ってきて、これをローテーションして回ってきた時に、はい、もうこの今の新基準のバットがもう低反発とかでもないと、うん、これが今の基準ってなったら、はい、高反発があるから低反発になるわけでしょ。でも新しいやつからしたら高反発なんてないわけじゃん、はい、だからこれ今のバットが基準のバットってなると、このバットで結果を残すように考えたら、最初からミートスポットが小さいバットが当たり前なんでしょ、はい、そしたらその中で練習して適応していくようになるから、で芯に当たったら飛ぶねえから、はい、別にスイートスポットが小さくなっただけでスイートスポットに当たったら飛ぶわけやから、そう考えるとそれしか知らない人たちはそれに慣れてくるから普通に打つと思うよ、うん、結局はそれ。今はだから変換期だから、やっぱその慣れてないのがかわいそうだったよね。これはまあどこにでも来る基準の変換期にちょっと合わさっちゃったら、それは合わしきれなくてかわいそうな子もいるけど、それは仕方ないけど、慣れたら
みんなそれ慣れてくんねんって、うん、結局は。そうですね、うん、だからコリジョンとかでもそのブロック OK の時からやってる人間は自然とそうなっちゃうから、はい、ブロックが、はい、だから意識してブロックしないようにってやらなきゃいけないから多分大変やったと思うね、はい、でももともとコリジョンのルールのも入ってきてるやつはそもそもブロックする認識とかないからないですね、はい、そこで不都合ないやん。それと一緒だよね、うん、なんでも新基準が普通で入ってくるからね。で変わってくると思うし、でも俺は木のバットを高校生が使うのだけはやめた方がいいよ。本当木も金属も多分芯に当たれば多分飛距離変わらへんねん、うん、ってなった時に、まあ、金属は重さの高校生の重さの規定が 900g 以上じゃないとダメっていう基準があって、はい、木製は重さの制限ないから金属バットが重すぎて振れないから木で軽いやつで振ろうってだったらまだ分かると、はい、正直。でも軽くしたら飛びませんよっていう、うん、軽くしたら自分の力がないと飛ばないから重いバットの方がやっぱ飛ぶんだよね、はい、でもそれが振れなかったら軽くしてんだけど、そしてそれをちゃんと扱いこなせないと飛ばないじゃんね。で仮によプロがよ木でも低反発の金属でもどっちでも使っていいって言ったら多分ほぼ全員金属使うと思うね、はい、正直、はい、なのに金属使っていい高校生があえて木のバット使うメリットないね、うん、軽くなることだけしかメリットないね、はい、だってスイートスポット当たったら木でも金属でも飛ぶんやから多少ずれても多少まだ飛ぶ金属、はい、あとは折れないっていう、うん、こう金銭面のことも考えたら木使うメリットないけどな正直、はい、1ミリも。だってプロ野球が低反発の金属使ってもいいっちって多分全員金属で打つぞ下手したら。そのバランスさえ自分の使ってるバットと同じような今のバランスに整えてくれるんであれば、うん、バランスが変わるんだったら無理だけどそれ整えてくれるんであればほぼ全員金属使うで、うん、だってトンデルズのスポーツ王で野球盤あるじゃん、はい、あれ使えるんだったらみんな金属使いたいんだよ。簡単に打ちますもんね、使って。そうだから俺は木をだから金属が重いから木っていうのはメリットあるかもしれないけど、はい、飛距離とかに関しては絶対木より金属の方が絶対いくらスイートスポット小さくなったと言っても金属の方があるからちょっと外した時にはメリットがね。俺は木使うメリットはそんなないと思うけどね正直、まあ、よくなんか社会人のためにとか大学野球のためにみたいな人もいるじゃないですか。そんなもんは別にもともとずっと芯で売ってたら関係ないんで。俺だって大学行っても木でいきなり使い出しても飛距離とか全く変わらなかったから、ね、不都合も全くなかったよ。若干木の方が打ちやすいかもと思ったもんね。なんかしなるから、はいはいはい、だからもう関係ない正直。できるんだったら金属使った方がいいと思うよね。そうですね。これどう？最高の答えじゃない。まあみんなが納得するかどうか知らないけど、で色があったらコメント欲しいですよね。そうですね、皆さんのコメント、うん、異論反論コメントお待ちしてます。